ノルデン爆撃照準機。上部サイトヘッドノルデン爆撃照準機は、第二次世界大戦中、アメリカ陸軍航空軍にて採用されていた、爆撃機の搭乗員が正確に爆弾を投下できるように援助するための爆撃照準機である。またこの照準機は、第二次世界大戦終結直前の1944年まで、最高機密として取り扱われていた。 ノルデン爆撃小純機はカール・ルーカス・ノルデンによって当初アメリカ海軍、航空向けに研究開発が始まるが、後にアメリカ陸軍に採用される。1920年からノルデン爆撃小純機の研究を始め、1927年には生産が開始された。生産当初、陸軍は機密上海軍を通して調達することしかできず、 ノルデン爆撃症純機の需要が高まるにつれ、需要に対し調達数が下回ることが多くなった。そこで、陸軍は、ノルデン社との直接取引や陸軍管理下での生産など試みるが海軍との確執により飛んだ。しかし、その後海軍承認の下設計政策などすべての工程を一社にまとめたビクター社が設立され、 1943年には本格的に生産が開始されたノルデン小準機構成図。左側がスタビライザー右側がサイトヘッドノルデン爆撃小準機は安定装置と爆撃小準を行う小準機の2つの部分から構成されている。安定装置は小準機の状態を水平に保つための ジャイロセンサーが内蔵されており、その上部には飛行コースを保つための指示クラッチや爆弾投下連動レバーが装備されている。照準機には投下目標を目視するための望遠鏡が備え付けられ、それを作動させるための電気モーターなどが組み込まれている。アイピースを使用して機体直下から目標点まで動かした、その延長スライド量から、対地速度、距離、高度などの計測を行い、 風の影響による機体の向き、変流角や、キー情報を入力し、水準機を使用した機体の水平度など、それらの爆撃機飛行状態を照準機につけ、属しているノブを調整し、機体情報を入力すると、照準機自体が自動的に計算した、投下目標点での自動投下が行えるようになる。またこの装置は、爆撃機の自動操縦装置と連動しており、 自動操縦装置を作動させた状態で昇準機を動作させ爆撃工程に入ると操縦は操縦士から爆撃手に移管され爆撃手が機長となる。この間は昇準機の入力情報で飛行する。操縦士は機体の水平を保つ程度の操作で補助を行う。爆撃要員は装置を使用した訓練に入る前に機密保持の先制を求められた。 機体外への脱出など緊急時には、自らの命を代償にしてでも処分を優先させ、必要に応じて、銃撃で重要な部品を破壊して、使用不能にしなければならなかった。この方法ではほとんど無傷の装置が敵に渡ってしまう恐れがあるため、テルミット手榴弾が取り付けられた。機体が地上にある場合などは取り外して、専用の金庫にて管理保管し、 修理などもサプライデポサービス、グループと呼ばれる専属の歌手官が行った。爆撃要員が持ち出し移動中には銃の携帯も許されていた。1942年4月の同リットル空襲では使用された B-25 のノルデン爆撃照準器は出撃前に取り外され代わりに簡易型の爆撃照準器が使用された。これはノルデン照準器が 低空からの登壇に適さないことと、低空飛行による撃墜から、最高機密が漏れることを憂慮した結果とも言われている。従軍カメラマンだったロバート・キャパは、ヨーロッパ戦線で B-17 爆撃機の取材中に、ノルデン照準機が写真に写っていたために、検閲の対象になりかけたというエピソードがある。1944年まで。 ノルデン爆撃照準機の機密レベルは下げられなかった。ドイツではカール・エル・ノルデン社に勤務していたデュケーンのスパイモーの一イチンヘルマン W ラングによりもたらされた資料を元にロトフェルンドール7を開発して爆撃機に搭載した。日本軍では B-25 から露獲したものを元に1944年2月に高額爆撃照準機を製作したが量産できなかった。 この他に、フィリピンで捕獲した B-17 に装備されていたものをコピーした自型爆撃小準具を機74に搭載したが、実戦投入前に終戦を迎えた。その他に、ノルデン小準機と同等の自動爆撃小準機も研究されていたが戦局に間に合わなかった。注釈出典。ありがとうございます。